うまみチャンネルへようこそ皆さんこんここにちは、なつですこのチャンネルでは本にもネットにもどこにも載っていない私だけのオリジナルがたくさん詰まっています誰もが悩むことなく楽しく自分の作品が作れるようにね私が覚えてきたこといっぱいここに詰め込んでいきたいと思っています、えー、参考になったと思ったらぜひいいねをそしてチャンネル登録とか通知ボタンオンをぜひ忘れないでやってみてくださいでは本編今日もスタートでーす つまみチャンネルへようこそ皆さんこんにちは、なつです、えー、いよいよね飾りをつけるところまで来ましたいっぱいね丸、ま、つまみ作ったんですけど丸、えーま、つまみ同士をこうやってねくっつけましたこんな風にでこれはどうやってくっつけるかっていうとなんかいっぱい、はぎれちゃんで作ったのでねいっぱいあるんですけどつけ方は簡単です つまみとつまみを用意します。大体いいね、同じ大きさくらいのがいいです。同じ大きさのつまみちゃんとつまみちゃんを用意して、この、底になる部分。ここ。ここに接着剤をつけて、底と底を一回合わせます。合わせたときに、ここと、ここが、 ているのを確認したらまずそことそこをくっつけてピタッと起こしますそうするとここが表面合いますねここもしっかり合ってますねで後ろもしっかり合うこの状態でちゃんと底辺をくっつけるピ。こうやってニコ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 くっつけていく こんな風に。そうすると、こうやって、あらららら。こうやってくっつきます。で、これに、こういうね、ウッドビーズ。ウッドビーズをつけて、ここ。こんな風にね、つけれるようにしました。まあ、どこでもいいんだけどね、立ててもいいかなと思って。2個だけね、ウッドビーズをつけました。で、これを、ここに、 配置して、いろんなお花をつけていきます。円にしないでね、ちょっとこう、最後の一個残しているのは、こうやってつけることができるからです。こんな風に。こういうね、柄を見てもね、なんかこう、こうやって被ってたりするじゃないですか。お花ちゃんとお花ちゃんが。なので、私もまにっこしました。こんな風にすることができるために。<laughs> <laughs> なのでここれれからこれをつけていきますさあどうやってつけようかなまずこのね中心になるところにねお花ちゃんとお花ちゃんねこれをどうやってつけようかなこうするかこうするかいろいろ悩むよねどんなふうにつけるかな。 でポイントは、ここの、この線が隠れるくらいまで、お花をこうやって入れちゃうこと。そうすると、ここに蓋があるっていうことが、そもそもここに蓋がありますよをね、飾りでどんどん隠してしまいます。こんな感じで。そうすると、ここに蓋があることがわからないのでね。じゃあ、まず、起点になるところの、なんか飾りをつけます。 どうううしようかなこうやった方がいいそれともこうやったほうがいい悩むね。こうやってつけるかこんな感じで。どうそしたらここにもお花つけれるでしょあんまりデザインを考えていなかったというね。 でうん、とここだけちょっと注意をします。ここ開くのでね、こうなるので、ここ、ここにつけちゃうと引っかかってしまうので、ここだけはこんなふうに斜めになるようにします。ここだけね。あ、最初にここだけつけちゃうか。最初にここつけるか。開いたあたりで、ぎり止まるくらい。 最初にここ、超重要な場所。ここの、よし、これにしよう。君にしよう。君はそこにいてくださいね。ということで、こんな感じ。よし、君が最初についてもらおう。ということで。 割としっかりついてもらわないと困るので、接着剤はしっかりつけます。で、一回、あら、開く状態になってるからね。一回ちょっと置いて、剥がしたら、まだこの辺に行きそうですね。なので、ここはね、こっちにつけよう。 と貼りますで貼るときに上からピッて押しちゃうとお花がつぶれてしまうのでなるべくねこのピンセットで底のところをしっかりつけてあげるようにボンドついたら拭ってねここも浮かないようにピンセットでしっかり押さえてあげるここはこれ以上はいかないです。 こういう状態これねまだ上から隠すから大丈夫行った時にこれ以上行かないようになってますまずここが基準ねこれができたらここにお花さんを飾るこんな感じでつけるかよし 最初は仮止めで後からしっかり接着剤で補強をしていくみたいな感じでどんどんつけていきます大きめに作ったお花をつけてこういうところにはこういう小さいのをね後からどんどん差し込んでいきます はいやって <laughs> はいって言っちゃったこうなっちゃうとここに入れるのがねなかなか難しいのでねこういう時はねギリまで下げた方がいいかなと思うこういうところにはねさせるんだけどこのギリってなかなか見えちゃってなかなかそこに入れるのが難しくなるんですよねこんな感じでなので ちょっと難しいよね。そういうところが、しそして横に向ける大きいのにするか。 こういう時はこっち側半分はどこまでつくかわかんないのでボンドはつけない。こっち側半分だけボンドをつけてまずは置いてみる。置いて後から補強する。 この飾りさんのところも隠していくよあれなんかいっぱいいっぱいこれ作ったはずだったのにもう足りなくなったあと2個しかなくなっちゃったおかしいな <laughs> もっといっぱいあったはずなのにもっといっぱい作ったつもりだったんだけどなこんな感じにするかなうんどうしようかな こう開けてこういうのをね中に突っ込むんだよね。どうするかな。始まる前は異性が良かったのに落ち着いてしまった <laughs>。ここにつけるか。これもまっすぐつける必要はなくて。 まっすぐまっすぐこうやってつけるんじゃなくてちょっと傾きを出すとかね動きを出してあげると面白い感じにそつかつ作られていく <laughs> 言葉が出なくなっちゃった基本形の場所がまず固まんないとね 最初にこういうのがくっついてくれてからあとあとつけていくのでこの辺かなこれがくっついてくれないとお花をつぶしてしまうんじゃなくてお花をつぶさないようにふんわり置くっていうのがポイントです。 そーっとね。そーっとそーっと。この間をつけたいなつけれるかなここあつけれるかなって思いっきり外しちゃった <laughs> なんてフ何てなんでしょうしかもしかも全然ついてないとこだったしもう何やってんだろうね <laughs> は全体が隠れるるようになるそうするとカチッと動かした時にここにそもそもロックがあるっていうのが見えないんですねこういうふうになるとロックの場所が飾りで隠れてるので見えないんですという置き方をしたいんですねこれでいいねこれでいいねよし んちょっと待ってよこうなるからこの辺とこことあんまり変なところにつけたらねちりめんについちゃって余計なところについちゃうのでなかなか気を使いますこんな感じ で、一旦これが、か着ね。これが、接着が固まるまで、このまんま乾かします。しっかり乾いたので、一旦外します。すると、ちょっと、こう、浮いてますよね。まずはこれをしっかりつけます。なので、こ、この時にね、ほ、うんと、 こういうアンバランスが起きやすいのでアンバランスにならないようにしっかり押さえていくっていうのが大事になりますだからね、えっとこういう状態になるっていうのは模様がきれいに見えなくなる最大の原因なのでそこをちゃんと考えながらこうやってちょっと歪んでしまったところとかには内張りしていきます 中には突っ込まない <laughs> 思いっきりね私やっ,ちゃいやっちゃいたくなるんですよねギュッて。でもギュッてやらないでそーっとそーっとが大事。でこうやって潰れてしまうところ、えー、と割と出てきちゃうんですけどそういうところには内側から1枚入れてこの丸を補強したり。 外側の乱れにに目が行かないようにするこんな感じでこの線線っていうかねつまみの線の美しさをきれいに見せてあげると割とね全体が整って見えるので。 中に入れるときはこっちにつけないで、底になる部分につけて入れてあげると、ボンドだらけにはならない。あら、入れすぎちゃった。<laughs> こういう感じで入れていきます。まだこれでもここがっていうときは、もう一枚中に入れて、っていうふうに。そうすると、ここの綺麗さがパッと目につくので、 そんなに乱れていても気にならなくなりますあとはどこだっけここかここここが2、ね、ロックのところだからねしっかりロックがどこ でえー、とこのままだとよいしょここだとちょっとやっぱり開けづらいのでここここら辺に仕掛けを作るかなって思ったのであ四角い方がいいかどっちがいいかな四角い方が持ちやすいかな。 でも仕掛けだ四角だとバレバレだね。どれがいいかな。ウッドビーツがいいな。うん。先につければよかった。<laughs> なんという計画性のなさよ <laughs>。いつものことだけど <laughs>。<laughs> <laughs> 四角。四角がいいか。 夏にしよ夏目玉もいいかもね。夏目か。夏目でもいいか。あ、夏目玉いいかもね。夏目にしよう。 夏目を持ってきてきどこに埋めようかなこことどっかこの辺に埋めるかなこんな感じ2箇所ついてればいいかなと思うのでこっちがねなかなかちょっと際どいところにいっちゃったのでこうでもいいのかここあ,あ <laughs> 飛んでったよここにするか。 こんな感じでこ,ことここで開けづらいなここ最初に入れればよかったねやっぱここだこうだこんな感じなので思いつき人間だからねどうしようもないよねこの辺。 中に入れる時はこっちに先にボンドをつけちゃうそして中に入れるこれはねちょっと横向けておくその方がここを側面つかみやすいからですでここには後からね 下がりをつけようと思います。だから、えー、穴開いてるやつをつけたの。本当はね、ここからもね、立てて下がりつけたかったんだけど、ここはね、これをつけたから隠すことにします。<laughs> ワイヤー入れたらとか、コメントもいただいたんだけど、結局これ、意味なくなった <laughs>。とんでもないね、私。ごめんね。<laughs> 今日は、あとはどの辺に入れていくかな。 これをねだから、えっと、ワイヤー入れてこっから下がるようにするので穴だけ見えていればいい感じなのであとは隠す穴以外のところを隠すよしどんどん貼っていこうこういうところも別に このお花に対して何かをこうつけていくっていうことはなくて隙間が見えないようにランダムにいろんなものを入れていきます。なので必ずしもお花が丸だから丸の方向に合わせてこっちから貼らなきゃいけないとかじゃなくて全然この中に入れちゃっていいし、むしろ、うん、何がいいかな。あら、もうなんか組で作ったやつがなくなっちゃった。また作らなきゃ。こんな感じで入れても全然いい。 なんかまたニコニコのやつを作らなきゃないねここに入れるかこれじゃちっちゃいなここに入れるとこの円の線が隠れるでしょうこんな感じでこんな感じでこの円の線を全部消していきますこの時もつまみにボンドを貼る つけるんじゃなくてここっち側こっちち側にボンドをつけますあんまりギリギリまで貼っちゃうとボンドつけちゃうとねにじんだ時にき変なところに生地についちゃうのでそこには十分注意をしてください。よいしょ。 でね、そこから見て。ああ。ああちゃんと。貼ってあるかどうかを見。よし、オッケー、オッケー。で。こういうところもね。塞いでいきます。 あれ1個でいいかもう1個入んなくなっちゃった2 <laughs> 個入れるつもりだったのにあるあるですねなのでもう1個重ねるかな上にいらない ちょっとここ隙間見えてるから引っ張り出して <laughs> 強引に塞ぐこの辺にもよいしょ2個何色がいいかな水色こっちの色入れるか。 こここの奥ここに入れるあれるあなんか落ちた <laughs> ポテって言ったそっかこれをつけてたらダメなんだなということは今日はここで終わりだな。 なつめちゃんがくっつくまで、ちょっと手を <laughs> よしもう一個入れるかな。よっ、3つ入った。ので、なつめちゃんがくっつくまで、今日はお休みだそうです。なので、今日はここまで。 <laughs> これがくっついたら残りを続きつけていきたいと思います。まあ持たなくてもつけれるところはね、ちょっとこのまま進めてつけていこうかなと思っています。では次回、次回はね、ちょっと差し色も全部入れて完成させます。よかったらぜひ見てください。本日もご視聴ありがとうございました。じゃあねー。